あれ源田先生まで。なんだよ、俺にいられちゃ迷惑か。まさか、そんなつもりで言ってませんよ。うちの沙織くんがコケにされたんだ。どんな相手か面を拝んでやろうと思ってな。なんなの、こんなに大勢で。お待ちしてました、八神さん。これから例の痴漢事件について間宮さんから真相を伺っていきます。ああ、それと改めて沢先生のことはお気の毒でした。本当に彼女は桑名が RK に追われてるところへ巻き込まれたように思う。でもその追われてる理由がまだよく分かってない。そいつを探るには桑名の行動を振り返ってみる必要がある。ええってことで、まずは例の痴漢事件からだ、間宮さん。